いや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 、うわうわうわ。どうも、フロータンです。今日はですね、まあ26歳なんですけど、僕、まあ26歳、チュンリーなんですけども、まあ26と言ったらですね、ストリートファイター世代なんですよ。まあ当時スーパーファミコンで、ストリートファイター02っていうスーパーファミコンのね、やつで、まああのさ、うわうわうわっていう、やつを今やったんですけども。まあ、ということで、まあ、ストリートファイターにはかなりですね、思い出が強くて、もう映画も見ましたからね、チュンリーのシャワーシーンで、なんかあの、爪のやつがさ、ザギエルだったかな。あれがなんか、ギャーってやって、チュンリーのブラジャーがちょっと透けていくみたいな、まあ、小さいながらにちょっとあそこら辺がね、ちょっと、あの、ホッティングしたっていう、淡い思い出があるんですけども。さて、今日はですね、その思い出の、こちら出てますかね。はい、このあの、ガチャね、コラボ、2月28日までのストリートファイターガチャをですね、やりたいと思います。そして、さっきまで、まあ僕オーブ88ぐらいだったんですけど、まあいろいろですね、なんかあの、バックアップしたりとか、なんかあの、受け取りボックスに溜まってて入れたら、ちょうど101になったんですよ。だからこれガチャで、禁断確定10連ガチャっていうのができるんだよね。いや、俺も初心者だからちょっと、まだわかんないですね。ランク62だし、まだモンスターも全然いないんですよ、本当に。だからこのストリートファイターめっちゃいいって聞いたので、いろんな人に。この20連ガチャやってですね、いいモンスター手に入れて、ちょっと、あの、一歩ね、前進したいと思います。ということで、早速、やっていきたいと思います。まあ、そのためにこの清掃してね、チュンリーもどきみたいな格好で、まあ、ストリートファイターになってね、やりましたので。よし、ではですね、ガチャあれば必ず星4以上のスーパーレア10体当たる、超得なガチャ。よし、俺初めてだわ。オーブ50個とかマジもったいねえわな。よし、で、いきます。ガチャある。おー、なんかすげえ。いきます。チュンリー100連客、やい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 や、来た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 、お、すげえ、こんな出んの。1体目はなんだ、なんだこれ、レスラーじゃねえかよ。あの、俺剣が欲しいな、剣が、頼む、剣出て、うわー、電気ビリビリのピカチュウか、頼む頼む。あー、なんだこれ。あー、なんかケツがすごいセクシーです。あ、なんかガイルの嫁か。なんだよこれ、ストリートファイターにいねえだろこいつ。頼む、やべえ、剣出てよ本当に。え、なにこれ。いや、なんかあんま強くなさそうだって、全然竜じゃないもん。お、頼む、お願いします。なんだよこれ、ストリートファイターじゃねえじゃん。頼む、お願いします。何これ、え、ダルシム、え、こんなんだったっけ、ダルシムって。うわー、剣出ねえなー、マジかよ、やばい、どうしよう。お、もう一回チャンスある。うわ、意外に来ないんだなこれ。よし、お願いします。いや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 、あ、やべ、頼む頼む、本当お願いします。お、剣が欲しい、剣が。お、よし、頼む。なんだよこれ、誰だよ。よし、頼む、お願いします。なんだよこの、なんか変な焼肉パーティー。あー、あいつか。あれか、もう、東モンドか。うわー、うわー、マジかよ。マジかよ。うわー、なんか意外に全然出ないんだな。
いやもう本当これに全てかけます。お願いします。よし、いや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 、頼む、いやもうすぐに来ないね。ああ、よし、頼む、お願いします、お願いします。もうなんだよこれ、知らない、もう頼む、お願いします。知らない、もう何これ、やめてやめてやめて、やということで、出たモンスターを紹介したいと思います。まずはエドモンド本田さん、これは結構有名ですよね、エドモンド本田さん。あ、懐かしいな。あともう一つはこいつか、キャミー。あ、こいつちょっと強いんじゃないの。え、どうなんだろう、キャミー、これどうでしょう、キャミーって。そしてあとは次ダルシムですね。ダルシムはなんか微妙だな、ちょっと皆さん教えてほしいですね、どれが使えるかっていうのが。皆さん、まあ、かなり落ち込んでるわけなんですけども、俺今気づいたらオーブがあと10個余ったんですよね。禁断ガチャじゃなくてもこちらのシングルガチャ、これで全てかけてみようかなと思います。確率は低いけども本気になってふざけたことしないで、よし俺やるわ、気が済まなくなってきた。最後一回、本当よし、来て来て、ふざけんなよマジで、誰がワファイヤーだよ本当に。もうこっちがお願いしたいよ本当に、もうこっちが頼むだよ本当に。何俺よろしくなみたいな顔してんだよお前さ、こっちがもうお前もういいですだよ。はぁ、と思うんですけど、見てください、これが一応僕のあのモンスターボックスなんですけど、全然弱いっすよね。そういろんな人の見るとめっちゃ強くてさ、まあ、これからちょっと不安なんですけど、まあ、これからどんどんね強くしていって、まあ、僕の成長をですね、あの見届けていただければなと、そしていろんなことをちょっと教えてもらえればなと思いますので、ちょっとコメント欄にね書いてもらえればなと思います。ではね早速ね、ちょっとこれ動画撮りたかったんだよ、これすげえさ、これ結構憧れでさ、進化のところをね皆さんで見ようかなと。ちょうど揃ってて、この、イザナギか。じゃ、進化させたいと思います。おー、4つの乳首が集まって、今1つに。おほほほほほ。あ、見たことある、これ。すげえ、なんか千手観音みたいな。うわー。すごいな、なんか皮膚がはだけてるけど。ちょっと待って、どこ行った、どこ行った?どこ行った、どこ行った?あれ?あれ、どこ行った?あれ、どこ行った?マジで。あれ?あ、いた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 。
見てみましょう。うわー、創世の指針、イザナギ。あ、創世のアクエリオンとちょっと親戚なのかもしれないですね。はぁ。いや、こいつね、早速使っていきたいと思います。これ早速メンバーに入れよう。何を落とした方がいいかな。一応ね、僕、女キャラが好きなんで、やっぱり目の保養になるし。で、クレオパトラは外せないんですよ。で、この、クイーンバタフライもさ、可愛いんだけど、声がね、なんか、姉さん女房というかさ、なんか、3人ぐらい子供を育ててますみたいなさ、結構、太っ腹母ちゃんみたいな声してたから、ちょっとそれ残念でしたね。すごい強いんだけど。まあ、男を省くか。男を省いて、またちょっとかっこいいイケメンにして、結構ね、イケイケのイケメンでね、この女性たちに、なんだろう、口説き倒すみたいな、そんな流れにしていきましょう。こいつらが僕の今のメンバーになります。こっからどんどん強くしていって、クリアしたいと思いますので、よろしくお願いします。